こんばんは、平井博明です。今回はですね、あるお客様が自分のやりたいことがあって、それがやってるやってるって言っても自分の感覚として手応えにずーっとなかったらしいんですよ。20年間。レッスン来ていただいて、最初だいたいちょこっと話をするんですけど、その話を聞いてると、打った感覚を自分で感覚として得て、それに対して自分が答えてるわけじゃないってことが分かったんですよね。結局形でしかイメージできてないんで、感覚が関係なくなっちゃってる、そういう形になればいいっていう感じで動いてた。平井博明のワンナップゴルフ。それは会話の中で分かったの？分かった、どんな会話で分かる？その方、前回レッスンで、右手片手打ちでこうやって打ってくださいって言った、で、俺、右手のここで感じてくださいってサロンで言ってるじゃん。それが感じたことなかった。両手でも片手でも。で、ここでヘッドをまっすぐ前に振ろうとして、ここでこういう圧を感じれなかった方が、片手打ちをして、ヘッドをこうやってまっすぐ出したら、初めてここで感じたってわけです。あそこに来たんだ。したら感じるものがあったら、それを弱くするのか強くするのかが初めてできるじゃない。本当だ。そうだ、感じなかったら強くも弱くもできないじゃない。できない、できない、できない。わかんないんだから、だからそれってただここで感じようとしてこういう動きをしてるだけだったんだよね。本当に感じてなかったら、で感じれるようになったから、押せるから、こうやって当たるようになってきた。へー。で、誰々さん、もしかして、こうやって振ってくださいとか、こうやってやってくださいって言ったのを、そのままやろうとしてませんかって言ったの。そしたら、してるってわけ。今そうやって言われて、確かに感じてないかもって、いろいろ全てのスイングに対して。だから、右に移動する、しないを例に出したら、右に移動しなきゃいけないって言ってたら、ただこうやってやってるだけになるわけ。でも右に移動するっていう感覚はどういうものなのかっていう風に自分で感覚として捉えられてないの。ああ、例えばその右足に体重が乗ってるなっていう感覚は感じずに、ただ右に移動してる。移動してる。だからこれでもいいし、これでもいいわけよ。なるほどね。そうじゃないもんね。感じてんじゃなくて、そう動いてるだけで。そうそう、右にとにかく物体が行ってるだけなの。ああ、じゃあ同じ動きだったとしても足で感じなきゃダメだったりするわけ。そうそうそう。で、結局右に乗ることが全てじゃなくて、インパクトのために右に乗ってるわけじゃない。だから左に移れる右に乗り方じゃなきゃダメじゃん。こうやって。そうだ、それができてない。だからよっこいしょっつって完全に右に乗っちゃったらもう戻れないじゃない。だそういう乗り方も間違えてる。今体重移動を例に出したけど、だそういう覚え方をしちゃってるの。要は体重移動っていうお題、漢字に対して自分が動いてるだけ、感覚じゃない、文字で動いてる。だから自分で感じたものを自分が反応しなきゃいけない、だから開いて遅く振れてるんだったら、早く振ろうとまずしなきゃいけないじゃん。それが遅く振った反応じゃない。そうだね。反応がない。要は、遅く振った感覚がないのに、早く振ろうとしてたって、ただ早く振ろうだけじゃない。したら、どんどん、こうやってなってね。遅く振ってどうなったから、じゃあ今自分が早く振らなきゃいけないっていう答えになった人が、初めて早く振らなきゃいけないじゃない。そういうのがないんだ、見てて。っていうか、ある人が少ないんだ。一個すごい質問思いついちゃったんだけど、いい？いいよ。この感覚がこうだからこうしようってやるの分かんだけどさ、打っててさ、すげえ右に行っちゃったとするじゃん。そのボールを見て変えるのとはどう違ってくるんだ？ボールを見て変えるのと感覚で変えるのはほぼ一緒なのに。あ、そうなんだ。結局、右行ったって言ったら、右行った反応で、こう、フェースをターンしてくるようになってこれれば感覚なのよ。ああ、なるほど。でも、その、右行った感覚がなかったら、フェースが開いて右行った感覚はないわけじゃない？だから、ターンできない。ああ、じゃあ、そうか。ボールを見て右行ったっていうのが、見ただけじゃ何にもなくて、その時の感覚がってことだよね。そうだね。右行く感覚を感じてなかったら、ダメってこと。そう。だから、例えば目つぶって、
ここにボールが当たった感触と、ここにボールが当たった感触が違うってことが分かんないとダメなんだよね。そういうことね。ああ、ボールだけ見て右行ってるからどうっていう話じゃないってことね。その右行った時の感覚が来てないと、来てないとダメってことね。直せないってことね。まあ、難しい。うん、あ、分かった。意味分かった。ああ、別物じゃないってことね。そう。そこをつなげとかなきゃいけないってこと、ね。そうだね、そうだね、うん。で、今日の方もずっと緩んでて、こう右に行ってたんだけど、うん、その理由がずっと右脇を締めたまんまなわけよ。はいはいはい。でも、うん、感覚がないから、うん、だから左に例えばこうやってかっこむとするじゃない、うん、わざと、うん、したら右を開けるじゃない、うん、あ、それができない。ずっと左行かないってずっと締めてるわけ、こうやってなおさら締めっぱなしなの。こっちが締まってる感覚がないから。あ、もうそれは感覚がないんだ。そう、自分で意識をしてないから。こうやってわざとやってる人ってこうできる。あ、わざとやってないんだ。わざとやってない。無意識だからできない。治らない。だから、結局、クラブがこうやって来なきゃいけないって習ったんだって、前に。うんうん、だからずっとそれを無意識でやっちゃってる。身についちゃってんだ。身についちゃってる。だから、一回一回それをリセット意識ってやってない。もう、惰性でやってる、うん。やっぱ治すのが大変なんだな。大変だね。だから入れないの、俺。そうだよね、うん、取るのが大変だから。そうだよね、うん、そういうことだよね、うん、全部の動きって言ったら全部の動きなんだけど、うん、そういうのってすごくあって、例えばじゃあちょっとご覧になってる方に捕まらない、うん、捕まらないって言って、うん、こういうグリップしてました、うん、こうウィークグリップ右、うんうん、でこれがなんで捕まらないのかが分かんないとこうしないわけよ。はいはい、うん、はい、結局こうなったものがこうやって立てられるわけじゃん、うん、だからフェースって閉じられるでしょ、うん、だから捕まえることが、まあ、左に生かすことができる可能性が出てくるわけよ、うんうん、でもまっすぐ構えてこうやってたらもう返せないでしょ。ああ、そうだね。そう、だから振り遅れた時点でもう右しかない。そっか、それ以上傾けらんないわけだ。そう、こっちに行けないから。だからそこにすぐパッと切り替えられた人は球を捕まえることなんて楽勝なわけよ。うん、例えば今グリップね、うん、そういうものがね、数経験してくると連動してくる人が多くなってくるんだけど、うん、ただそれも感覚としてこうやったものが捕まるっていう感覚が分かってる人じゃない。知ってないとね。知ってないとこうやる意味が分からないから。本当だ。だから感覚だよっていうことが多いんだよね。活字じゃないの、本当に。うん、ああ、20年ゴルフやってて、うん、で何回もレッスンやってて、相当な期間レッスンやってて、俺のレッスンで言われたことは一個もないって言うんだから。初めて言われたとか。ああ、で初めてああいう球打った、ナイスボール打ったって言ったの。音と球筋と飛び、うん、今まで打ったことないって言うの、うん、俺じゃないんだよそれ、関係ない。俺がすごいとかじゃなくて、その人のスイングがいいっていうのもあるし、うん、ただ俺がびっくりしてるのはもうご存知の通りの答えですよ。あれ、トルサさん知っている？知ってるけど言えないからだよね、うん、そう、炎上するから。そうだから本当に何を教わったんですかって俺聞いた。今回はしたら、うん、こうやってやれって。あ、それ言うよねみんな。で、あのね、経験者知ってる方っていうのは、こうやったらどういう弊害が起こるかってすぐ言えるの。おお、これは、球が左に行くとか、捕まるとか、クラブがこうやって寝るとか、うん、そういうものの以外に、そもそも、こうなった時に、グリップが緩む左脇が開くっていうことが、うん、すぐ警戒っていうレベルに入ってこれれば、うん、うまくいくわけよ。こうやってたらグリップってギュッてできるし、うん、左脇も締められるの。だけどこうやって消屈したら、グリップってこうやってやったら強く握れないのね、うんうんうん、緩むわけ、うん、緩んで左肘が曲がるわけ、うん、そうすると左脇が開く、はい、この2つに警戒できなかったら無理、うん、ああ、なるほどね、うん、それが、あ、消屈ね、分かったっつってすぐそれが警戒できたらうまくいくのよ。ああ、だから俺はやらないの、無理だから。うん、うん、俺はアドレスからこうやって雑巾を、うん、濡れた雑巾を持って、うんうん、ポタポタ、うん、ポタって水が垂れます、うん、こっから
トップ決まった時にブシャーってこぼれるから、うん、それぐらいここよりもここの方がグリップは強い、うん、飛べるから、うん、で決めた位置に決まらないといけないんだから、うん、そこが緩んでたらクラブは揺れる、あそこでね、トップでね、そう、うん、だからここでビタンってこうやって突き上げるからね、こうやって、あそうなんだ、そうだからそれでここが一番、まあ一番じゃないけどここが強いの結構、うん、でそのまんまフィニッシュまで緩まないで振り切る、あそれがすっごいここがね緩む人がめっちゃくちゃ多いんだよ、トップで、うん、こうやって空洞ができるんだから、あはいはい、うん、これじゃ当たらないね、うん、今からだって全速力で振るのに、うん、こんなに空洞があったら、うん、コントロールできないからクラブ、うん、そういうのがねすごいあって、うん、結局その感覚が、例えばそれも緩んでる感覚がないんだよね、うん、ここのだから直せない、すべて直したいところっていうのは感覚がなかったら直せないんで、まずはそのなってる悪い動きの認識感覚をこう得ることがゴルフの直す第一歩、スイングの直す第一歩、うんうん、その感覚がないとダメです、治りません。でも元も子もないこと言うけど、へへへ、それ自分でそうやってるって気づかないから治んないわけで、うん、もうレッスンに来てもらうしかないよね、うん、そう、レッスンに来てもまだ2つに枝分かれするから、感覚っていうかカメラで撮ったり、うん、証拠を見せたり、うん、実際に緩んでるから強く握らせて、うん、ナイスボール打ってもまだ分かんないっていう人いるから、感覚が、そうだからそれはいいの、今までなかったものなんだから、うん、今日感覚を得てくださいって言って、うん、そこがすぐあ本当だってなる人って少ないの、いるんだけど、だからその感覚を得るまでその意識をしなきゃいけないの、うん、でそれがなってる時となってない時の今度差を分からなきゃいけない、あそうだね、うん、だからすぐにはうまくはならない、うん、でも絶対意識してれば感覚っていうのは出てきます、あ、じゃああれなんだな。レッスンってさ、うん、感覚教えんだね。そうよ。だから、俺本当にレッスンって形あんまり言わない、うん。クラブがこうなってて、こういう動きをして、この感覚よって最後言うから。ああ、じゃあそれを感じるように動こうとして、ナイスが出てるってだけ、うんうん。そうそうそう。だから、ミット打ちとかさ、うん、え、ボクシングみたいになるじゃん。うんうん、クラブでミット打ちするし、なんかいろいろそういうのある。布団叩きもそうだし、なるほどね、そう布団叩きこうやって叩かないでしょみたいな、はいはい、こうやって叩くじゃないみたいな、こっち向きで使うでしょみたいなすごい面白いこと思いついちゃった。じゃあさ、うん、じゃあさ、何レッスンってさ、うん、感覚も習うんだよね。感覚習う、あ、じゃあ世の中の人たちちゃんと感覚を教えてくれてるってことだよね。あ、もういいすぐさ、ごめんなさい、視聴者様の誰かトール君にチャックを作ってあげてくださいお願いします僕でも嫌いじゃないんです、そういうのそういうことです。そうでもね、半分僕が言ってくださいみたいなところあるんですよいやいやいや違う、俺言っちゃうね、ほんと一つ言っていい、うん、その通りだそういうことよね。そういうことだから、俺ね、2、3個前の動画で、違う、まだ上がってないのかな、うん、いや上がってる、それっぽいレッスン、あそれっぽい動画、うん、YouTuber、うん、まだ上がってないね、うん、あれを言ってる内容はそれだから、うん、なるほどね。そう、あそっか、活字の話ね。そう、自分で経験してないんだから、感覚がないんだから、あ、教えられないじゃん。教えられない、でも形教えられないあらあら、そっか、でもレッスンは感覚を教えるんだね。そうだよ、だからそういう動き、例えばお客様がそれが完璧な動きが一発でできるわけないじゃない、うん、したら例えばこうやって下ろすのにこうやって降りてきました、うん、って言ったらこうやった感覚俺は分かるから、うん、だからそれはこうやって直しましょう、したらこうやって直しますよって言えるわけよ。あ、なるほどね。それで実際ボールを打ってミスショットを打ってるからなのね。はい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 、登録分かってくれるよね。なるほど、そこ重要なと思って。あ、これはすごい。レッスンでね、感覚を教えるんですよね。もうアッパの皆さん分かってるから。そうか。そうだね。そう。経験されてる方、ね、そう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 。で、こういう内容もミーティングでチラッともお話をしたし、うん、最後ね、うん、お客様から言ってくださったことだし、うん、だこういうのアッパの方は分かってるから大丈夫。大丈夫だね。大丈夫。あなたにね、アッパになってくださる方へ。そうですね。ということですね。はい。はい、そういうことなんです。なんで、必
感覚を得るっていうことは、うん、ナイスショット打つよりも大事なんじゃないですか。そうだね。そうですよね。そう。そう。なんで、そういう動画、ほんと一本は撮ってみたかったんで、今回この動画撮っていきました。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。